チーム日本、村元哉中、クリス・リード組は昨日のショートで自己ベストを更新。フリーの見どころは3連続リフト。曲調が一気に激しくなる演技終盤に組み込んだ。曲がすごいもうパワフルなので、こう滑るよりかはやはりそのリフトを続けて入れた方が、あのジャッジさんでも観客の人でもすごいあのパワフルな演技を見せれると思ったので、日本のキャプテン村元がクリスと共に表情を舞う。チーム日本、3大会ぶりの金メダルへ向けて鍵を握るアイスダンス。ショートダンスではパーソナルベストをマークした村元哉中、クリス・リード。チーム日本のキャプテンを務める村元と、そして国別対抗戦5度目の出場、クリス・リード。フリーダンスはポエタ。2人の情熱的なフラメンコに注目です。解説は長野オリンピック日本代表、河合彩さんです。コンビネーションスピン、ポジションが明確でいいですね。カップル結成から2シーズン目、そのシーズンの最後の演技です。さあ、たくさん練習してきたという勝負のツイズルへ入っていきます。若干回転はずれてしまったんですが、レベルとしては良かったと思います。先日の世界選手権ではレベル1だったんですが、ショートダンスでは最高のレベル4をツイズルで獲得しました。サーキュラーステップシークエンス、ということだけではなく、エッジもディープになってきていて、ますます良くなっていますね。ストレートラインリフト、村元が大きな見どころだと話したヘルメンツ。これだけポジションを変化するのはすごく大変ですから、すごく良かったと思いますね。グラフィックスピニングムーブメント、2人の表情も非常に生き生きとしています。
リフト、ダンスリフトです。3連続最後のリフト、情熱的に演技を締めくくりました。もうすごくいい出来でしたね。後半特にスピードがますます上がって、はい、キレもあってとっても良かったと思います。いや本当にこう滑るごとにこう2人の信頼そして力というのが高まっていっているように感じますね。そうですね、やはり組んでる年数が長くなりますとちょっとしたタイミングのズレっていうのもカバーできるようになっていきますので、はい、やはりこう滑りが安定していきますね。さあ2人の得点、フリーダンスでもパーソナルベスト更新です。 92.68、ショートダンスそしてフリーダンスともにパーソナルベストを更新。大きな大きな成長を見せた村元哉中、V3 度の演技でした。